はいどうもお疲れ様です。本日はアメリカからね利下げの観測があったよってことでございます。わかりやすく言うと円高が一気に進んだってことですよね。12月14日朝6時の相場解説になります。まず日足を見ていただくとテクニカル通りにこちらの方はね売りトレンドの方がずっと進んでますけども、こちらの強い陰線ともう一個本日の強い陰線ってのは明らかにファンダメンタルが効いてるでしょ。でファンダメンタルの後で、調整が入ってまた乖離がなくなったところで一気にドカーンと下の方に下がりました。ですんでテクニカル的にはこの移動平均線に触れてからね落ちるパターンなんですけども、その前にファンダメンタルでアメリカから FOMC もしくはパウエル議長の発言により利下げの観測があったってことでね、市場が反応して大きく下に、落ちたってことになります。で本日もこれをもとに、組み立てていこうと思いますね。とりあえずは現状認識なんですけども、これは FX オリガルヒの皆様だけにお知らせした情報ですけども、深夜3時半ですね、今から3時間ほど前なんですけども、パウエル発言を待ってる間ってのはなかなかねこう動きがなかったんですよ。ところで私が一つヒントとして出したのがこの強い陽線とこの強い陰線に囲まれたこの四角です。この四角をめどに、まあ、このね上を抜けたらバイ、下を抜けたらセルみたいな感じで、まあ、緩やかに考えていらっしゃった方いるのかなと思います。もしね観測の通りに下の方にドーンと円高の方向に進むようでしたらすぐにエントリーは難しいんですけども、このヒゲ先を抜けたところでセルに入れるってことはもう当然できると思うんですよね。これは十分テクニカルの技術ですから。はい、そしてこの3時半のオリガルヒの放送の後どうなったかっていうと、それから1時間ほど後なんですけどもこうなりましたね。パウエル発言の直前ですけども FOMC の状態を見るとここをまさに抜けてねセルで入ることができたと。で一旦ここで利確をしました。利確をしてさらに 0.5 でセルを入り直したってことを前回の放送 FX オリガルヒの放送では申し上げました。さあそして今現実世界でどうなってるかってことです。このようになりましたね。パウエル発言の前ではここでセルでエントリーをしましたけども、一旦利確をして 0.5 で入りなしたのがこの辺りです。ということで両方取れたよってことで朝を迎えたわけなんですよね。でこちらの方には別のヒゲがありますんで、一旦ねここを揃えたところ、まあ一応ここで足踏みしてるかなっていうところあります。下ヒゲもそこそこ出ましたんでね。でこの未確定の陽線に見えるやつ、コマみたいなやつがありますけども、これがどうなるかによってマーケットが決まります。このパウエル発言が多少修正されて上に向かう可能性もありますし、一息ついてもう一立ち下の方に行く可能性もあります。このヒゲ先のところまでね。そうなった際はこちらのヒゲ先を超えたらまた新たにセルでエントリーし直すっていう方針でいいと思いますよ。ちょっと4時間の解説抜けましたけども、一応4時間形だけ見ておきましょうか。はい、形だけ見ましたね。売りトレンド変わってないでしょ。それからここにゾーンがありますね。うん、はい、それだけですじゃあマーケットの方を見てみましょうか。はい、原油か、ドル円142円台に一時突入。 FRB は今回号で利下げタイミングを協議とパウエル議長、だからずっと利上げのアメリカドルだったんですけども、これから利下げのことを考えるよってことを言いましたんで、実際に利下げが起きたらもっともっと円高の方向に進むと思います。だから植田総裁ね、日本の金利を上げるまでもなく日米の金利差埋まるから思いとどまるかもしれないですね。っていうか最初からそんなこと考えてなかったとね、金融緩和を粘り強く続けていきますって言ってたじゃないですかって言い直すかもしれないですね。はい、ユーロ円はまあいいか。はい、じゃあ材料の方を見ていきますよ。たった今あったのがこの28時の FOMC と30分後のパウエル発言です。これを漏れなく取ったってことになりますけども、ただね今夜は徹夜だっつって FX オリガルヒの受講生さんの中できちんとねこれについてった方もいたみたいです。連絡をいただきました。
前回の FX オリガルヒの放送で、まあ、こんな時間に待ち構えてる人はいないでしょみたいなのを言ったんですけども、いやいや私は待ってましたよみたいな感じでね、でもこういう時に深夜にかけてる人っているんですね。もう当然ですよね。お金を稼ぐために残業ってのはたまにはありますからね。はい、大きな利益を得たんでホクホクと今日12月14日をスタートできると思います。一応ね、今後の方針ですけども、8時50分のこの機械受注の数字は見ておきましょう。で、午前中に方針を立ててエントリーポイントを探して、1回でも2回でも本日もエントリーしていきたいなってとこですね。夜はアメリカの材料がまだ並びますんで、その時までテクニカルで勝負していきましょう。はい、もう一回1時間軸を見ますよ。はい、この大きな流れ、とりあえず徹夜組は取ったみたいです。ただこれね、誰もが徹夜できるわけではないので、これは仕方がないです。ただし徹夜をしてれば、3時半からマーケット見てればこのセルは取れたと思いますね。お話したようにこのヒゲ先を越えたらセルで入ればいいわけでしょ。で、争点はあの FRB パウエルさんがあのアメリカの利上げをやめていく、もしくは利下げに転じるかどうかってことだったんで、円高に向かうかどうかの判断だけだったんで、基本的にはセルのポジションを持っておけばよかったわけですよ。これはもう変わらないです。こっからバイのポジションを持つってことはもう考えられないですからね。テクニカル的にもあの右肩下がりなわけでしょ、ずっと全時間軸だから。セルの玉を持ってればとりあえずはね、利益は取れたと思います。あとは度胸に応じて資金量に合わせてロットをどう積むかなんですよ。ちなみに私はロットを結構積みましたんでね、今回はね、バグッとね、冬のボーナス取りましたよ。さあ、そして今後なんですけども、先ほどお話したように8時50分を過ぎて日本の材料が出てから、そして日本のマーケットが開いてから、これがどう動くのかですよ。この形成中の陽線が陽線で終わって確定するようでしたら、マーケットはとりあえずね、ここで決まるってことになります。で、ここを軸にレンジを弱めていったりとか、もしくはトライアングルを書いて収束していくっていう風に見ていくかになってきますね。はい、それを見極めていくのが今日の午前中です。それでは今日も頑張っていきましょう。お疲れ様です。